にしてもすごい声援ですね。場内あらゆるところで演技が行われておりまして、それに対して素晴らしい声援が送られています。ロシアの2人目の演技者はホルキナです。さあホルキナは独特の飛び方をします。決まりました。さすがホルキナですね。伊達にホルキナじゃありません。はい、この選手の、はい、まあ、独特な飛び方なんですけれど、ロンダードから、2分の1ここでひねって着手して、さらに2分の1ひねって後方の屈伸宙返りですね、まあ、いわゆる手をついてからはクエルボ飛びという形になるんですね。ロンダードから入ってこの後の屈伸の姿勢が本当に90度にきれいに曲がっていました。スベトラーナ・ホルキナ 9.687 という得点です。場内ではアメリカの選手が段違い平行棒を行っているんですが、その演技が1人終わるごとに大変な歓声になります。しかしそういった雑念を振り払って集中するホルキナ。今度は後ろに少し流れてしまいました。まあ、でもこれは1本目の方が決まっては高い得点だと思うんですけども、1本目の得点が 9.687 ということでしたが、さこの2本目はどうでしょう。2分の1ひねってここで屈伸の姿勢でひねりながら小さく後ろに飛んでしまいましたね、はい、ホリキナは96年今年4月に行われましたプエルトリコの種目別の世界選手権で4位に入っています。 9.70 という得点が出ました。 9.70 高い得点です。